清貞金兵衛美濃の関の刀鍛冶、天保12年に12年8月南蛮船が西野の南種西野村に漂着 しましたね。その時に鉄砲を2丁して書いてあります。2丁と2丁で買い上げたんですかね。で、若さがここを離れてポルトガルに行った時に歌った歌だと思います。月も日も大和の国の 懐かしや我が二親がおると思えば、これは若さが歌った歌です。森の中で奇妙な音を聞き、私はその奇妙な音を発していた男を呼んだのです。彼の名はピント、フェルナオ・メンデス・ピント。彼は先月の嵐の際座礁した船に乗っていた南蛮人の一人です。奇妙な外見や指を使って物を食べる野蛮な食べ方、想像しく感情的であるということのほかに、最も私が興味を引いたのは彼が持っていた銃でした。日本の軍隊にとってそれがいかに重要であるかが私にはすぐに分かりました。私は彼にそれを貸してもらえないかと尋ねました。すると彼は、貸すのではなくこれは提供しますと言いました。そして私は鍛冶屋の金兵衛にこの銃と同じものを作るようにと命じたのです。
様、私はどうしたらいいのでしょう。父上様は鉄砲作りに取り憑かれておいでです。兄上も父上様の力になろうと一生懸命です。でも鉄砲は人殺しの道具です。私にはそのことが怖いのです。母上はお亡くなりになる前に私に真っ青な翡翠をお授けくださいました。そして私のように黒い瞳を持ち翡翠を受け継ぐ者はいつか島の平和を守る者になるのだと言い残されました。でも私には父上様に鉄砲作りをやめさせる力などないのです。
はい、それは本当です。時高様が私に火縄銃を複製するよう命じられました。だけど銃を作ることなんかできやしないですよ。だって私は一度も銃ってものを見たことがなかったんですからね。その南蛮人は銃を作る秘密を教えるのと引き換えに何かを欲しがっていましてね。私が南蛮人たちに会いに行った時、私は娘と一緒にいました。だから私は製造の秘密と引き換えに娘を渡すことを約束したんです。そうしたらある少年が私の娘を見た時、完全に恋に落ちてしまったんです。彼は私の娘を渡すというなら秘密を教えると言いましてね。私は娘がポルトガル人と恋に落ちるとはまさか思いもしなかったんですわ。彼の名前は何だったかね。ここで私としては否定も肯定もできないわけですよ。そうですよね。これは、うん、今までみんな若さ姫若さ姫って言ってるから、私が否定するわけにもいかないし、 それで、いたっていう肯定もできないし、うん、否定も肯定もできない中で喋らなくちゃいけないでしょ、うん、だからあったかもしれないし、うん、なかったかもしれないすらわからないよね、うんうん、記録はするべきではなかったことだから、うん、ね、あの大事な部分がどうやって、うん、あの職人が来た時でも何も記録はそんなに書いてありませんでしたよね。だからあの特に女性のことについては記録に残さないですよ ね、 そうですよね。日本の文化っていうのはね、うん、いやポルトガルもある程度は書いてないんですよね。あ、うん、なるほど。だからあったかなかったかって、いやなんていうの、まあ当然その2人か3人のポルトガル人、3人かな、ポルトガル人が、ね、ポルトガル人が来て、当然若い人たちでしょうから、うん、それは綺麗な日本の女性見たらそれは恋しいしちゃうでしょうから。はい、こんにちは。こんにちは。若狭さんいますか。しばらくお待ちくださいませ。 ありがとうございます。その人たちは、あの人が本に書くたくさんのことを信じないからって彼を嘘つき呼ばわりするのよ。だからってあの人が私を騙すっていうわけじゃないでしょ。私は船に乗って彼と一緒にポルトガルへ行きたいの。それはできませんよ。お前を、彼を見送って永遠にさようならを言わなきゃダメよ。遥か遠い異国の地までこの海を越えてゆくのです。ああ若さ姫、ああ
庁によりますと、南シナ海にあった熱帯低気圧が今日午前9時に台風5号に変わったということです。台風5号は1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、最大瞬間風速は25メートルですが、風速25メートル以上の暴風域はなく、ここはちょっとですね、喜んで行って、喜んで行ったのか、うん、泣きながら行ったのか分からないですね。まあ父のそういう苦労を見て、うん、多分まあ人見悟空じゃないでしょうけども、ついて行ったんだと思いますけどね。はあ、もしかしたらその違う、うん、ひょっとしたらまあ打席になって行ったのかも分からないんですよ。そこはですね、それは、うん、そうでもあってもいいですね。はい、ただまあ、ですね、ちょっと漂着してやっぱ半年ぐらいどうでしょう、うん、だからそういう気持ちが芽生えてもおかしくはないですよね。5ヶ月ぐらいですね、うん、今の十音寺っていう今の八坂神社のところでですね、今ある八坂神社のところで5ヶ月ぐらい、その人たちは生活をしてるんですよ。船で来た人はですね、まあ、おそらくその当時ですから民の国の人、それで、まあ、その中にポルトガル人が3名入ってた。その人すべてですね、そこでこっちの人たちがご飯も食べさせて、そこでお金をもらったとかそういうのは記憶に残ってないんですよね。その代わりその鉄砲をその当時2丁を譲り受けるために、まあ2000両使ったという記録はあるみたいですけどね。2000両って今で何千万でしょうね、うん、相当の金だと思いますよね。ん、あ、いや今の中で書いてもらったか、書いとくかもな。まあそこは鮫島に後で詳しく聞いてください。もう娘は二度と戻ってこなかった。そして何週間も何週間も銃の仕上がりに成功せずに銃の製造を試みてみました。何かがそこに不足している。だから火が起こらないんだ。私は娘の写真を見ながら、そして誰かが娘を見かけどこにいるのか教えてくれはしないかという希望を持ってハサミや刀を製造し続けました。私は無駄な情報と私の娘を交換してしまったことを完全に悔やんでいました。私が唯一娘からもらった便りは詩が書かれたこの手紙だけでしてね、数日前に受け取ったんです。月も日も大和の方ぞ懐かしき我が二重のあると思えば。Thank you.
お客様にご案内申し上げます。お客様にご案内申し上げます。当カウカンは間もなく閉館となります。お帰りの際はお忘れ物とございませんよう気をつけてお帰りくださいませ。当カウカンは間もなく閉館となります。お帰りの際はお忘れ物とございませんよう気をつけてお帰りくださいませ。親と娘が喜び涙してお互いに抱きしめ合ってる間、私はこうして竜を完成させる方法を結果的に金兵衛に学ばせたことは天の意志であったのだろうと思っていました。船長は最初の出会いの際に学ぶことができなかった銃の秘密を金兵衛に教えました。そして私は銃の製造を開始したのです。私はヒナー銃を戦に使おうと思っていたので、家来たちに銃の訓練をさせ、そして徐々にヒナー銃を導入しようと考えていました。
最初ポルトガルの方に若狭姫で行って、うん、でそこで中国の方に行って中国でその刀の切り方を知ってる人を知ってる人を連れてきて、うんうんうん、熊野にあれしたそういえば2人と会う話がなくなって蘇我線でほらポルトガルまでいたてそしてまた来た時に山条件でが、うん、それじゃあの言うて稼いと言うてやってその時ノットランバノットランバな、うん、その時ノットランバするな、うん、ですぐ教えたわけで乗っとったちゃろか乗ってきて熊野さんやってるわけや、うん、何かそのそのねじ切りをひっとり偶然乗っとったちゃろか偶然じゃないし、だから若狭姫が連れてきたって言えば、これだけと思うわけなんですよ。中国から連れてきて。中国から連れてきたって。まあ、そこは近くから俺言えば。まあ、でも近かじゅうても風任せの、まあ、お前せんじゃったりしたけれども、なあ。そうすればじゃあやっぱり、何日かかってとかもはっきりは言えならんなんだ。うん、時なんかもう早く食っちゃう話やろな。風の横の時はな。風の流れに食べられるわけやからな。あ、鈴虫が鳴きおる。最初はこの場所に立って水平線の向こうのボートにタオルでこーって手を振り寄ったとジャバッテン興奮してこの上に乗って手を振り始めたらば着物の袖が引っかかってこっから向こう側に打ち上げてしまったと。助けようと思って降りたばってん着物しか浮いとらんやったとな。見つからんやった、若さが。
缶の中に、缶の中に入れて、そしてもう若さは死んだから、もうポルトガルには返せならんからっつって、で船長さんが来て、それでは一目合わせてくれっつって言ったけど、いや蓋を取って死人は大手はならんって言うてな、言うて、そしてその合わせんで、それならしょうがなかなってもうほら帰っていって。
それはそうでしょうね。母親としてはもう父親としても大変だったと思いますよ。初めてなんか国際結婚第一号とかなんとかって言われてますけど、反対しようにもやっぱり殿様からの命令でね、鉄砲も作らないといけなかったでしょうし、大変だ、もう親子本当大変な思いをなさったと思いますよ。まあ、それも分かりますよ、く本当親と子とね、と別れて、でなんかさ1年後に帰っていらきたんですよね、若さは胸に、なんかまた種子島に帰ってきたちって伝えられてますよね。その時になんかあの金兵衛が若さは 大病で急に亡くなったちってお葬式を出したちって言われてるんですよ。で仮に、まあ仮にちっておかしいですけど、仮にお葬式もちゃんと出したらしいに伝えられてますよね。帰ってきたことは嬉しかったろうし、旦那さんになる人は大変だったろうと思いますよね。帰ってきてからですか、途中日本の方ですか。そういうわけではないです。旦那さんになったのはあのポルトガルの方ですよね。なんか怒って帰られたちてお話は聞きますよね。まあそう聞くとなんか、ね、物語でしょうかね。二人で行った今年の夏の祭りに、暑い日差しの中でにぎわう南蛮行列、ポルトガル船の上の若さ姫とても綺麗だね。君もいつかはこの船に乗れたらいいね。鉄砲祭りの夜は昔の仲間に出会う、元気だったか久しぶりだね。あいつは今頃何しているのかと、夜は更けてゆく寂しいね、夜は更けてゆく。神社の境内の裏は昔の僕らのたまり場で、火のないところにも煙を立てていたね。17になったばかりの僕が初めてデートに誘ったのは伊勢神社だ。展望台から見える眺めは心落ち着くようで、いた時期
る君の髪のような白いさざ波ロマンティックウェイロマンティックウェイ悲しいねロマンティックウェイ若狭姫の種子島を愛する心はこの赤子の戦士が受け継ぎます。どうかこれからも見守ってください。